11月25日、山形県山辺町で農漁村ルネサンス体験視聴大会が開催されました。本大会は信仰を根本に営農体験や町おこしに取り組んだ体験視聴などを発表する集いとして1993年から毎年全国各地で開催されています。山形県内から300人が参加した今回の大会では、代表3人が体験発表。野口光信さん、雪の下で保存することで糖度を高める寒中野菜を育て地域おこしに励んでいます。鈴木明美さん、苦労かけず日照時間を増やして栽培する爽やかな甘みが特徴の朝日町りんごを世界に届けています。高橋義弘さん、畜産食肉会社の牧場長として40年以上の牛の飼育経験を生かし、米沢牛などの自社生産に奮闘しています。悪戦苦闘を乗り越えた3人のエピソードに場内からは感動の拍手が送られました。来賓を代表して遠藤直行山辺町町長と山辺町農業委員会の江口純一会長代理から挨拶がありました。最後に主催者を代表し挨拶に立った落合農業工部長が池田大作名誉会長のメッセージを紹介。真の喜びとは他者と共に喜ぶことであるという仏典を紹介し、真実の自他共の喜びのスクラムは最も生命を守り育みつなぎゆく農漁村からこそ輝き広がると農漁業を通じて地域社会の振興に取り組む方々への敬愛と励ましの言葉を寄せました。